今日はね、夏っぽいアイテム。夏っぽーい。ザ夏だね。なんか最近思ったんですけど、うん、商品数増えてねえっすか。増えてるよね、うん、去年は5とか6とかあったのかな。それが多分7、8とかになってる。そうですよね。そう、うん、だから去年より2アイテムぐらい増えてるかもしれない。それはすごい増えてるよ、うん、毎月ね。毎月、ね、通常の新商品っていうか、それが売れてパート2とか再販とか、はい、そういった流れになってきてるから、はい、結構流れとしてはおかげさまでいい感じかな。おかげさまで、うん、これも全く同じでパート1のから流れでこうふわふわのぬいぐるみ2になります。出ましたね。これ反響もいろいろあってね。反響も、うん、この前ね、お弁当のぬいぐるみも出して、その前はぬいぐるみのこのねふわふわぬいぐるみ出したんだけど、はいはいはい、結構やっぱぬいぐるみシリーズが反応が良くて、お客さんの。そうですね。もうクリアは一部ではね、ぬいぐるみ屋さんって呼ばれてますからね。ぬいぐるみ屋さんって面白い。ガチャガチャ屋さんじゃなくてぬいぐるみ屋さんね。本当ぬいぐるみばっかりやってるからね。何個出してるか分かんないもんね。けどマジ本当うちのいいことでもあるんだけど、もうぬいぐるみに関しては正直コスト返しでやってるから、なんかあんまりうち利益取ってないんで、まあどちらサービスっていう感じで。あ、じゃああんまやりたくないってことですね。いや、そういうこと言ってない。それは良くないでしょ。いや、そういうことじゃなくて、いや、もうお客さんのためにっていう。でもよくよく考えたら本当やりたくないってことですね。やりたいよ本当に。やりたいよ。やりたいよ、そりゃ。あ、やりたくてやってるんですね、じゃあ。やりたくてやってるよ。あ、じゃあすいません。もう無理にさ、いや、どうしようかな、みたいな。そんなつまんない会社じゃ嫌でしょ。どちらもっとね、その広がってほしいために今回やってるんでね。はい、教えてください。ああ。で、今回のラインナップは、前回よりちょっと色は鮮やかになってる感じかな。結構パキってなってる色。あ、ほんとだ。わかるかな。で、まずエビね。前回はカニがいたのかな。で、今回エビ入れたくてエビを入れます。初級からカプセル入んなくね、これ。いや、入るよ。わかるでしょ、前回で大きくなってるのわかるでしょ。結構ね、今回は初回のサンプルから大きくて、減らす調整をしてる。入んなかったんすね。あの、入んなかったというか、前回のパート1とのバランスを見てるから。あー、なるほど。そう、このさ、触覚っていうのがね、ゴムなの、これ。ほんとだー、かわいいんだよ、これ。伸びんの。で、もちろん目は刺繍でしょ。新しい素材ですね。うん、そうね。ゴムね。うん、エビのさ、甲羅の部分っていうのかな、こういうのね。それ刺繍でちゃんと表現してるんだよね。で、もちろんふわふわ。本当かな。ちょっと触らせてもらえますかね。うん、で続いて。触らせろ。いや、これ本当に全部持った方がいいんだって本当に。わあ、すごい。これ本当に気持ちいいからね。すごいよね。すごい。やっぱ1個より全部持った方が本当にすごい。だからこれをやってほしいんだよ。ああ、なるほどね。そう。だからやってるんですね。それもあるし、あとはサイズも分かるから、大きいっていうのが手に置くとさ、サイズ感分かるじゃん。分かります、ね。だからそれも踏まえてこういう風に演出してる。なるほどなるほど。前回カニがすごく人気だったから、カニの色違い。茹でたね。そう、茹でたっぽい感じだったね、カニさん。これがパート2今回。前回と同じ仕様だね。で続いてが貝。貝。ざっくりの貝。いやいや、貝以外何？何て？いや、なんかあるやん。ホタテ貝とかさ。まあけど、これちょっとホタテっぽいんかな？あとは何？まあだから貝でしょ。変なこと言うからね、貝でいいでしょ。いや、貝だったら、うん、サザエも貝ですよ。けど、わかんちゃう、これ貝。それ以外ないでしょ、貝でいい。可愛らしい貝。可愛らしい貝ね。そうそうそう。よくモチーフにされる可愛らしい貝。モチーフに、そうそうそう。女の子が好きそう。はいはい、そうですね。これもやっぱりその貝の模様の部分もやっぱりこれ全部刺繍でやってんだよね。これはすごい、うん、で、もちろん目も刺繍でね。で、続いてタツノオトシゴ。タツノオトシゴすごいじゃん。これすごいっしょ。顔も可愛い、真正面から向いてもほら。可愛い、うん、え、カプセルってこれで入ってるんですか。入ってる。え、入ってる入ってる。ほら、入るっていうかもう強制収容みたいな。ほら、入る入る入る。横からパンツ、大きいの出てくる。すごい。やっぱそっちの方が面白いもんね。まあね。で、これがイカ。これ前回タコがあって。あ、なるほどね。ついになってるんですね。これさ、タコってさ、何本しか知ってる？8、8、8本じゃん。イカって何本しか知ってる？10。でしょ？ 1、2、3、4、5、6、7、8。これね、10できなかったんだ。これさ、10にしたら超でかいの。で、これだけ1個超巨大化になっちゃって、もう大王以下になっちゃったの。これは仕様的に8になっちゃった。縫い合わせの問題でできなかったな。なるほどね。そう、一応そのデフォルメってことで、今回イカは8本足っていう。本当は10とかだけはちょっとね、あの、ご了承いただきたいっていう。そんなクレーム来る？いや、あるかもしれないね。で、最後が、はい、ウツボね。ウツボ可愛いでしょ。で、これ一番ね、この刺繍がすごく苦労して、ふわふわだから巻き込まれちゃうんだよ、刺繍すると。なるほどね。そう。ここ巻き込まれないように、生地感ちょっとやってもらって、サイズとかも、最初太かったんだけど、うん、そうすると、ウツボの背中の模様の感じが出なかったんだよね。今めっちゃいいっすね。ほんとゴジラみたいな。そうそうそう。これ今回は海の仲間たち2ってことですね。そう。海の生き物の2って感じだね。うん。すごいよ、うん、見てこれ。すごいボリュームだよね。海外みたい。綺麗な色だよね。で、これがね、300円で6種で展開させてもらってるんですけど、うん、一応ね、前回お客さんからもいくつか、プライズ ?UFO キャッチャーでも展開してますか、はいはい、っていうことで、あんまり公式で発表しなかったんだけど、一応ガチャガチャと合わせて、色替え、はい、
プライズの方で販売します。なんで黙ってたんですか。いや黙ってた。なんそんな大事なこと。いやガチャじゃなかったから。いや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 、それはおかしいよチャラ社長ね。みんなおかしいよチャラ社長が。嘘ついてましたよ。嘘は嫌いなチャラ社長がね。聞かれてなかったから聞かれてないから。前回発表した時にプライズも公式ですかみたいな問い合わせもあったんで、一応プライズの方でも今回とやらせてもらってます。でウツボはこの色ね。かわいい。うん、オレンジ色になってますプライズは。でカニさんはちょっとピンク色。ピンクの方がかわいいな。で、落とし子は青。落とし子も青がかわいい。おい、こっちだろ。プライズに失礼でしょ。いや、プライズもね、流通量少ないんだよ。そこまで多くないから、ね、本当一部やらせてもらってるから、ちょっとあの場所がちょっとあんまりこっちの方で把握できてないんだけど、もしね、あの出会ったらぜひ回してほしいなって思ってるんで、はい、なんで、あの今回はガチャガチャ用とプライズ用、まあ、UFO キャッチャーですね、の2パターンで展開する予定なので、ぜひちょっと見つけてみてください。今回紹介させてもらったふわふわぬいぐるみの海の生き物たち2でした。おすすめはプライズ版のカラーです。よろしくお願いします。